はい、それでは続いて室内の方の説明をさせていただこうかなと思います。でこちらエントランスのドアを開けていただいて、1段目がどうしてもやっぱりちょっと高くなってますから、こちら上がりやすくなるように、電動のエントランスのステップっていうのがついてます。ではちょっと室内の方に入っていこうかなと。こちらに、ステップを操作するためのスイッチっていうのがついてます。先ほど入り口入るときに動かしてたステップですね。でもちろんここで任意で動かすこともできるんですけども、プラスエンジンをかけると、自動的に格納されるようになってます。走行中にはね、やはりこのステップが出てると危ないですから、エンジンをかけると自動でしまうようになってて、なおかつもう出そうと思っても、出せないようになってます。警告音が鳴って、今走行中エンジンがかかってますので出せませんっていうような形で警告音が鳴るようになってます。でその横にもこの電球マーク、照明みたいなマークがついてるんですけど、こちらのスイッチを押していただくと、これが外のオーニングライトのオンオフです。こちらなんですけども、まず室内入ってもう大きなリビングスペースっていうのが広がってます。でこちらもスーパーソニックだけの、特別な仕様っていうのがいくつかありましてですね、それも後ほど説明させていただくんですが、まずはこれその他の車両にもついている設備ではあるんですが、運転席と助手席っていうのがこのように後ろに向いて、リビングスペースの一部として使用することができるようになってます。でこちらのシートも実は、スプリンター純正のシートではなくて、キャンピングカー用のちょっと特殊な、プレミアムシートっていうのを使用してます。ですので、ヒーター機能がついてたりだとか、座り心地も良かったりっていうようなところのちょっと特別なシートがついてて、こう回転する機構になってます。でこちらのシートなんですけども、足元のところ、これで同じように普通のシートと同じようにスライドさせることができるようになってまして、前向きになっている状態ですね。でここのサイドの足元のところ、こちらに回転する、ロックっていうのが、解除することができるレバーっていうのがついてます。なのでここのレバーを引きながら回していただくと、このようにもう回すのも非常に簡単に回すことができるようになってます。これも運転席と助手席と両方とも同じ使い方ですね。であとはアームレストもついてて、下をこう持つことによって高さの調整っていうのができるようになってます。実はここの部分もちょっと元々の、その他の車両についているものとは若干仕様が変わってますね。ここのテーブルも下についてるロックを解除してあげることによって、こう X 軸 Y 軸と両方とも動くようになってて、なおかつこれぐるっと回転もするようになってますので、もう好きなポジションでそれぞれお使いいただくことができるようになってます。であとはこちらのテーブル、真ん中に線が入っているのでお分かりいただくとは思うんですけども、これを両サイドに開いて、ここの真ん中に出てるこのバーですね、この板を押してあげると、ここは上がった状態でこのようにテーブルを延長して使うことができるようになってます。であとですね、こちら、セカンドシート、こう L 型の形になってるんですけども、これもこのスーパーソニックだけの機能なんですけど、一応こちらに、肘掛けっていうのがついてます。でこちら持ち上げていただくと、これもう無段階調整になってますので、本当に任意の場所どこでも止めることができるようになってます。で戻したい時は一番上を持ち上げると、下に戻すことができるようになってるっていう手すりですね、肘掛けですね、ごめんなさい。はい、であとはですね、こちら、なんとなくこうちょっと赤いものが出てるのであれなんですが、ここの上の部分がこう開くようになってまして、ここのレバーを引っ張っていただくと、こういう形で走行中のヘッドレストですねを、刺すことができるステーっていうのが下からせり上がってくるようになってます。でこれ基本的にはもちろんずっとヘッドレストを刺してもらった状態でお使いいただいても問題はないんですが、ここの部分っていうのがやっぱり低くなることによって、こうやはり室内空間全体がちょっと広く感じる、プラスやはりこの周りっていうのが非常にすっきり見えますので、デザイン性のこととかも考えて結構こういうちょっと、手の込んだ作りになってて、これも非常によくできてるかなと思います。
で次にこちら、その間の部分なんですけど、こちらがもともとこの車両についている純正のテレビアームですね。一応これがちょうど32インチのテレビっていうのがこの中に収まるようになってます。でこちらなんですけど、この上のつまみ出していただくとこのようにスライドして、なので通常だとテレビがこう出てきて横向きでしまわれるようになってますので、ここまで出してきたらそのテレビを横に向けてお使いいただくと。でこれが一応反対側にも向くようになってますので、こうベッドルームだとかからこちらを見ていただくっていうこともできるようになってます。次に、こちら見ていただくと、上にガスオーブン、下に冷蔵庫っていうのがついてます。ただ、まあ、ガスオーブンなんですけど、まあ、見た目はスタイリッシュでものすごくいいんですが、日本だとやはりあまり使われることがないので、まあ、私どもでさせていただくときだとガスオーブンはもう取り外してしまって、その場所に電子レンジを入れるっていうパターンが非常に多いです。で次にこの冷蔵庫なんですけども、こちらの冷蔵庫が、まあ、こちらレバーを持って開けていただくことができるようになってるんですが、上の部分が冷凍ですね。でこれは両方から開けることができるようになってます。で次にこちら冷蔵庫の操作の仕方なんですけども、こちらについている冷蔵庫っていうのが、よく皆さんがご自宅で使われているようなコンプレッサー式の冷蔵庫とはちょっと違うシステムの冷蔵庫が使われてます。こちらがですね、まあ、3ウェイ冷蔵庫、要は熱交換式の冷蔵庫ですね。熱交換っていうのがですね、まずは、電気、ガスで要は熱を生み出してあげるんですけども、その熱が気化した時に、生まれる、冷気っていうのを使って冷やすようなシステムになってます。でこれっていうのは結局その大きな熱が生み出されれば生み出されるほど、それが気化した時に生まれる冷気、冷却能力っていうのも大きくなりますので、基本的にガスで冷やすのが一番よく冷える、仕組みになってます。で、まあ、それぞれのここの設定の仕方なんですけども、こちらに映っているのが、ホーム画面になってます。でここについている丸いつまみの部分を押していただくと、今ここのレベルゲージだけが映る状態になってます。この状態でこのつまみを回していただくとそれぞれメニューが動くようになっているんですけども、まず一番上こうバーみたいなものが伸びている状態の時ですね、こちらを押していただくと、要は冷えをここでどのぐらい冷やしたいかっていうのを調整できるようになってます。でこれを調整する時っていうのはこのつまみを回していただくとこのレベルゲージっていうのが動くようになってます。で任意の場所で、設定したいときにここのつまみをもう一回押していただくとこれで設定が完了です。で次に、この真ん中の部分ですね、こちらが要は何を動力に動かしたいかっていうところを設定できるようになってます。でこの状態の時に同じようにまたつまみを押していただくと、オートバッテリーで火のマーク 100V っていうような形で出てるんですけども、これそれぞれを説明していくとですね、まずは、バッテリー、これは一番勘違いされやすいところなんですが、バッテリーの電力で動かすわけではなくてエンジンをかけて走行充電、要はエンジンをかけると後ろのサブバッテリーにこう充電するようなシステムになってるんですが、走行充電中にだけ使えるモードっていう形です。で次にこの火のマーク、これは、ガスを使用してこの冷蔵庫を冷やす時のモードです。で次にこのコンセントのマーク、こちらが100V の外部充電ですね、外部コンセントを挿している時だけ使えるモードっていうような形です。でそれぞれ、もう一つここにオートっていうのがあるんですけど、まあ、基本はこちらに設定しといていただいて問題ないかなと思うんですが、こちらは、要はそのシーンに応じて、一番、まあ、使い勝手がいいであろうものを自動的に選んでくれるようになってます。で基本的には優先されるのは 100V ですね。100V が刺さってるかどうかっていうのをまずはこの冷蔵庫が判断します。で100が刺さってないってなると次エンジンがかかってるかどうか、まあ、走行充電状態にあるかどうかっていうのを判断します。で 100V も刺さってない、走行充電状態にもないっていう時には次ガスが、優先されるようになってます。でこれでまあそれぞれ任意のどこのモードにしたいかっていうのを選んでいただいて、これで設定完了ですね。
はい、続いてキッチンの部分なんですけども、こちら、まずコンロの部分にはこういった形でガラスの蓋がついてます。でこちら側ですね、こちらも、流しの部分を隠せるような蓋っていうのがついてるんですけど、こちら外していただいて、でまず水ですね、こちらなんですけど、ここの部分がまずこのように出て、好きな場所で使うことができるようにもなってます。で先ほども説明させていただいたポンプのスイッチっていうのを入れていただいて、ご使用いただくんですけども、ここですね、まずここの部分開けていただいた時に見えるんですけど、ここに青色と赤色、色が分かれてます。で当然水を出す時っていうのはこちら、ここのこの回し代によって温度の調整っていうのができるようになっているんですけど、一番下にある時っていうのが水で、お湯を出したい時っていうのはこの上側に合わせていただくようになっているんですけども、水に関しては基本的にこの一番下の状態開けていただくだけで、タンクに水が入っていればこのように出てきてくれます。でただ今はこれはもうエア抜きが済んでる状態で、エア抜きっていうのがですね、要は給水タンクからいろんな各設備、キッチンだったりシャワールームだったり、こう配管の中、ホースの中を通って、水が回ってくるようになってるんですけど、そのホースの中、ご使用になられてしばらく使われてない時とかっていうのは、水を抜いてきれいに乾燥させて保管していただくんですけど、その後久しぶりに使おうっていう時にはどうしても配管の中にはまだ水が満たされてない状態、空気が入ってしまっている状態だと、どうしてもすぐにここから水が出てくれません。なのでこの蛇口を開いた時に最初はこう安定して水が出てくれないんですが、しばらくこのまま開けっぱなしにしてると安定してこう水が出てくれるようになります。そうすると、エア抜きが済んでもう水が出ますよっていう状態になります。で今もちょっと若干中にエアが噛んでいるような状態になってますので、きれいに安定して水が出ないような形になってます。なのでしばらくこう出しっぱなしにしとくと、こう配管の中がすべて水で満たされて安定して水が供給されるようになります。水は言ったようにここで開けていただくだけでいいんですが、お湯っていうのがですね、先ほどもヒーターボイラーの時にご説明させていただいたんですが、ボイラータンクの中にまず熱湯を沸かしてあげて、そのボイラータンクの熱湯と給水タンクの水を混合しながらお湯を出す。で水のタンクっていうのはですね、外装の時にご説明させていただいた通りで、外側からこう給水アクセスすることができるようになる、給水口っていうのがついてるんですけど、ボイラータンクっていうのは、その給水タンクと同じようにそのまま水が入れられるような仕組みになってません。なので、ボイラータンクの中に水を溜めてあげる方法なんですけども、これはここのキッチンの部分でもいいですし、シャワールームでもトイレの手洗いの部分どこでもいいんですけども、ここの温度設定をお湯の方に合わせた状態で、蛇口を開いてあげます。このようにお湯の方のところに合わせて蛇口を開いてあげるとですね、まさにこれ今エア抜きが済んでない状態です。要はボイラータンクの中にまだ水が、入ってない状態ですから、水が出ないんですが、もうこのぐらいですかね。今ぐらいこうやってサラ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 安定して水が供給されるようになったら、ボイラータンクの中が水で満たされましたよっていう目安になります。その状態になったらもうこちら一回閉じていただいて結構ですので、こうなって初めて先ほどのボイラーの電源を入れてあげてください。そうするとボイラータンクの中に溜まった水をヒーターで温めて、でそこが沸き切ったら今度給水タンクとの水と合わせてこうお湯を出すっていうような仕組みになってます。なのでどうしても瞬間湯沸かし器ではないですから、ここのお湯の方に合わせて蛇口を開いてすぐそのままお湯が出るっていうことはなくてですね、なのでボイラーお湯を使いたい時にはまず初めに、お湯の方に回して蛇口を開けてエア抜きを済ませてあげる。で先にサラ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 水が供給されるようになったら一旦閉じて、先にボイラーの電源を入れていただくと。でしばらく時間を置いていただかないといけないので、夏場とかであればそうですね、10分15分とかでちょっと手を洗うぐらいのお湯っていうのは沸いてくれると思うんですけど、冬場とかに、もう真水をものすごく温めようと思うとどうしても時間がかかりますから、余裕を見て1時間ぐらいはちょっと置いといていただくっていうような気持ちで、行っていただいた方がいいかなと思います。でボイラータンクからお湯が沸いたら初めてここでお湯が出てくれるようになりますから、あとはこう回し代でこう混合の比率をちょっと調整するっていうような形
でどのぐらいのお湯を使いたいかっていうのをこれで調整することができるようになってます。で、続いてこちらコンロなんですけども、一応三つ口のコンロになってます。でこちらを押して回していただくと、このようにイグナイターが点火して、火がつくような仕組みになっているんですけども、まずこちらを回す前にですね、ガスの元栓っていうのが室内側にもついてます。でその元栓なんですが、この右側の一番上の段の引き出しを開けていただくと、こちらにグレーのつまみが3つついてます。でこれ、まあ、いろんなところについてるそれぞれの元栓になってるんですが、コンロはここのお鍋のマークですね、こちらのお鍋のマークのコックっていうのを開いていただくと、室内側の元栓が開いてガスがこちらに供給されるような仕組みになってます。で次にこの真ん中の部分ですね、こちら見ていただくと、こう雪の結晶マークとちょっと四角いこう設備がついているようなマークなんですけども、これが冷蔵庫 と、ガスオーブンですねの元栓になってます。で一番右側、ここお湯、まあ、水道の蛇口からこうちょっと煙が上がっているようなイラストだとか書かれている、これがヒーターとボイラーの元栓です。なのでまあどの設備にしろここの元栓が開いてないと使えないようになってますので、まずそのガスの設備を使いたい時っていうのは、この引き出しの中の元栓っていうのを開いてから使用してあげてください。でそこでもう一つ注意点があるんですけども、ここもやはり水と同じでエア抜きっていうのをしないと、開けてすぐはどうしても点火してくれません。まあ、元々こうガスボンベっていうのを積んでて、そこからやはりここまで配管の中を通ってこのガスを供給してるんですけど、やはりその配管の中しばらく使われてなかったりするとどうしても空気が混じってしまうので、その空気が全部できてしまうまではなかなか安定してガスが供給されないので、そのエア抜きの確認っていうのをしていただかないと、まあいろんな設備使うことができないようになっているんですけど、そのガスのエア抜きに関してはですね、こう水っていうのはどこでやっても同じような挙動で同じようなそのエア抜きの確認っていうのができるんですけど、ガスに関しては例えば冷蔵庫だとかヒーターだとかっていうのは、こう目に見えてエア抜きがどの程度終わってるかとかっていう判断が非常にしづらいので、ガス設備のエア抜きの確認っていうのは基本的にもうここのコンロでしていただくのが一番いいかなと思います。コンロで言うと、まあもし、まあ、今はちょっとガスが積まれてないので当然点火はできないんですけども、ガスもし来てここ点火がすれば、まあ、出てない時っていうのは当然ここに火が出ませんから、でガスが、供給されてくれば当然ここ点火ができて、ここの周りに火が出てきます。で綺麗にこの周り円を描いて、火が出るようになってれば、もうある程度この辺りまでこうしっかり、ガスが供給されてるっていう目安になりますので、ガス設備のエア抜きっていうのはどの設備を使うときにも、まずこのコンロでちょっと先に確認していただくっていうのがお使いいただきやすいかなと思います。続いて今度キッチンの上の部分なんですけども、こちらにまあこういう形でコーヒーマシンをここに置くことができるホルダーっていうのがついてます。でこのように一応もうぴったりここの寸法に合うものっていうのが販売されてますので、国内でもうこれ当然国内で手配したコーヒーマシンなので、こういった形でここにコーヒーマシンを置いて、ここにまあそのコーヒー用のポーションとかですね、こういった形で中に入れることができるようになるホルダーっていうのが一応付属してます。で次にその上の部分ですね、ここを開けていただくと、ここに 100V のコンセントっていうのが2口ついてます。なのでコーヒーマシンは1つここから 100V 電気をもらって動かしていただければいいかなと思います。で次にそこの横の部分ですね、こちらにスイッチが2つついてるんですけど、まずこの手前側の方、こちらを入れていただくと、ここがレンジフードになってますので、要はその換気扇ですね、ここで、入れることができるようになってます。次にここの奥の部分ですね、奥側のスイッチを入れていただくと、奥側のこちらの間接照明が、光るようになってます。でプラスさらに手前のところ、この上にも照明がついてまして、ここはタッチ式になってますので、ここの部分をタッチで押していただくと、ここの照明もつくようになっています。次に、こちらキッチンの下の部分、まあ、いろんなところにこう収納のスペースっていうのがそれぞれついてるんですが、ここの家具の上の部分、こちらに丸いスイッチがついてます。
でこちらのスイッチなんですけども、これ走行中どうしても走ってて、例えばカーブの時に G がかかると、これがこうパカッと開いてしまったりする可能性があるので、走行中は自動的にここの家具っていうのがロックがかかるようになってます。ただまあ例えばエンジンかかってる状態も当然同じようにロックがかかりますから、そういう時にここの収納の扉をどうしても開けたいっていう時には、ここのスイッチを押しながら操作していただくと、エンジンがかかって本来ロックがかかっている状態でもここの収納の扉っていうのを開くことができるようになっています。なのでここのロックの解除ボタンっていうイメージですね、こちらは。はい、あとはですね、まあもうこれはこの車種に限ったことではないんですけども、特にっていうところでやっぱりいろんなところにかなり収納のスペースっていうのが設けられてます。やはりご旅行とかお出かけになられる時っていうのは、もう収納のスペースっていうのはいくらあってもいいと思いますので、ここなんかは結構長いコートみたいなものでもかけられるようなクローゼットになってますね。続いてですね、シャワールームとトイレルームの説明をさせていただくんですけども、こちら側トイレルームの扉もちろんついてるんですけど、実はこちらの扉がここを開けてこのまま閉じていただくとですね、リビングスペースとの間仕切りの扉にもなるようになってます。なのでこちら 2way で機能するような形の扉になってます。続いてなんですけども、先ほどの間仕切りの扉、実はこちらこの裏側の部分に大きな姿見がついてます。これもこのスーパーソニックにしかついてない、装備の一つですね。で続いてここがシャワーのスペースですね。このシャワールームのスペースっていうのもやっぱりこの 890LL っていうのが元々の 7.5m のソニックとかに比べてもやっぱりシャワールームもかなりゆったりしてますので、こちらが実際入ってみると全然ゆったりとお使いいただけるようになってます。でプラス実はこちら側にちょっと座ることができるようなベンチシートみたいなものもついてますので、こちらに座ってこう洗ったりすることができるようになってます。こちらトイレルームなんですけども、こちらの便座っていうのは、使いやすいポジションにこう回して使用することができるようになってます。でこちら開けていただいて、で下にまあ、タンクにつながる部分っていうのが当然あります。でこの便座の下の部分にこういうレバーみたいなものがついてるんですが、こちらのレバーを操作することによって下のタンクにつながるように、口を開閉することができるようになってます。ですので、まあ、実際にご使用に なられる時にはですね、こちら開けていただいて用を足したら、でその後にこちら青いボタンがついてるんですけど、このボタンを押していただくと水栓で、処理することができるようになってます。次にまあトイレルーム、結構収納のスペースがいろんなところについててですね、まずはこちら両開き、こちら開けていただくと収納の扉っていうのがついてます。でここの下の部分にも収納のスペースがあります。でここのボールの下の部分ですね、こちらにも物入れがあります。でさらにはこちら、便座の上の部分ですね、こちらにも結構大きめな開閉する扉っていうのがついてますね。でさらにはこの便座の上の部分ですね、こちらにも収納の扉がついてて、かなり今までの車種ではないぐらい、ものすごいいろんなところに収納のスペースっていうのがついてるので、また綺麗に、あんまり生活感を出さないような状態でね、お使いいただけるような仕組みになってます。でプラスなんですけど、もう一点この中ちょっとメンテナンスに関わるところで隠されてるものがありましてですね、こちら側の収納の扉を開けていただくと、ここにちょっと四角い箱みたいなものがあって、ここの中にタンクのようなものが見えてるかと思うんですけど、これが何かというとですね、これ先ほども、ヒーターのところでご説明させていただいたように、アルデヒーターって言って温められたクーラントが循環するような仕組みになってるヒーターですよと。でここの中に入ってるのが、要はそのアルデヒーターで使用するクーラントがこの中に、貯められるようになってます。なのでここの穴が開いてるタンクが見えてる部分のところを見ていただくとですね、ここに今どのぐらいそのクーラント液の量が残ってるかっていうのが確認できるようになってます。なのでここのミニマムのあたりまで来たら、このマックスのあたりまでちょっと補給していただく、
で、まあ、ちょっとこれをどうしても、まあ、マックス超えてももう少し入るからっていうのでどん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 入れてしまわれる方とかも中にいらっしゃるんですけど、あんまり入れすぎてしまうとどうしてもそのクーラント温められて沸騰してくるとですね、ここの膨張して中からこう吹いてしまったりすることがあります。なので基本的にはここの線があるこのマックスのところまで入れてそこでぴったり止めるようにしてあげてください。でこちら入れていただくときなんですけども、ここの天井の板になっている部分っていうのを持ち上げるとこのように外れるようになってます。そうするとですね、ここ上もう回して開けることができるようになっている蓋っていうのがついてますので、これを開閉してこの中に補給をしてあげるっていうような仕組みになってます。続いて、皆さんがお休みになるときに使う、ベッドルームですね。この890の LL っていうのがツインベッド、ホテルのツインルームのような形で左右にベッドが分かれているような形、まあ、私ども扱っている車種の中でこのツインベッドのモデルっていうのがやはり圧倒的に人気が高くて、使用感がいいということで、皆さんお選びになる方が非常に多いスタイルのベッドですね。で今はこういう形で左右に分かれてるんですが、まあ、スペース自体はものすごくゆとりがありますので、実はここの真ん中の部分ですね、ここの部分がこのように延長することができるようになってます。でここにまあ付属してあるマットを埋めてあげると、まあ、こういった形でかなりゆったりとしたベッドになるので、まあ、お子さんだとかで、まあ、川の字のような状態でお休みいただくことができるぐらいのスペースになってます。あとはですね、先ほどトイレルームのところの扉が、エントランス、リビングルーム側の方の間仕切りの扉になってたかと思うんですけども、実はこちらベッドルームのところにも同じように間仕切りの扉っていうのがついてます。完全にトイレルームとシャワールームが、まあ、ホテルバススタイルのような形で独立するような一つのお部屋にすることができるようになってます。それとあとですね、まあベッドルームに向かって右側のベッドのこの足元のところにもちょっとした秘密が隠されておりましてですね、ここのベッド下のこの間接照明の天井のところにスイッチがついてまして、こちらを押していただくとこのようにベッドの足元側がこのように電動で、せり上がってくる電動昇降式のワードローブ、まあ、この辺りに要はかけた洋服だとかをハンガー引っ掛けておいていただくとスイッチを押すことによってこうせり上がってきてここから出して着替えたりすることができるようになってます。でプラス、まあ、ここからまあ着替えてですね、先ほどトイレ側の間仕切りの扉になってたところには姿見もついてますので、まあ、お出かけになる前にはその姿見で本当にお家と同じような感覚で、ご使用いただくことができるかなと思います。でこちらベッド側ですね、向かって左側のベッドの足元のあたり、ここにも、照明のスイッチっていうのがついてます。でこちらなんですけども、ここは基本的にベッドルームだけの照明の操作になってます。先ほどエントランスの横についてた照明っていうのは全体の照明、このベッドルームをリビングルームも含めて全ての照明っていうのが操作できるようになっているんですけど、このベッドルームのところについている照明っていうのはここだけの操作ですね。でそれぞれこの上を押していただくと、一番上のスイッチを押していただくと天井についている照明のオンオフですね。でこの2番目の照明を押していただくとサイドと、上の吊り棚の上部についている間接照明のオンオフで、こちらを押していただくと足元の部分の、照明のオンオフっていうのができるようになってます。でこの電源ボタンを押していただくと全部を同時に落とすっていうような、スイッチですね。こちらにもブレーカーが1箇所ついてます。でこれは実は国内に入ってきてから取り付けてる100ボルトのブレーカーです。なのでまあちょっとこれとは全然形状が